ギター一本でどうやってやるかなっていうところをさ、工夫して、こう、過去2回やってきてるんですけど、まあ、そうだな。難しいね、今回の楽曲。このフレーズはやっといた方がいいよねっていうのは、やった方がいいと思うんですよ。だからそれを、こう、一個一個やってる時間がもうない。今日の曲練で残りの8曲をとりあえずさらうでしょう。それで一回なんとなく全部見たよっていうだけだから、まあ譜面と音源を照らし合わせて、あ、こここうなってんのね。こういう音色必要だよね、みたいな。お疲れ様です。今日は3月10日です。はい。で、今日はですね、午前中にレッスンがありまして、曲練、そして夕方オンラインレッスン。はい。いや、明日がさ、のりさん発表会のリハーサルなんですよ。で、このリハはのりさんとやるっていうやつで、生徒さんは当日に1人1回ずつ通してっていう感じでやるんですよね。いや、全然まだまだ弾けないよ。もう練習時間が足りない。で、また曲が難しいのよね。なんていうの、このパッチを作ったけど、じゃあその音量バランスやってみないとわかんないじゃん。めちゃくちゃ歪んでるザーみたいなやつって、まあ構造上本来音量がめっちゃうるさいですっていう状態なんだけど、でもその状態で音量下がってなきゃいけなかったりするわけですよね。でもじゃあその歪みをソロで使いたいってなると、他の人よりでかい音出さなきゃいけないから、また音量上げるわけじゃん。で、そしたらそのやり取りをするには、もうソロ専用パッチみたいな作るか、ソロのたびにボリュームペダルとかで上げて、なんかディレイとかそういうのも足してとか、なんかそういう風にやるんだけど、そしたらね、足元の操作が、じゃあ一回カチャってやれば切り替わるのか、カチャカチャスってやるのかっていう、そういうので演奏が、まあ、多少はしやすくなったり、めちゃくちゃ難しくなったりっていうのは起きちゃうんだけど、それはね、実際にやってみないと、切り替えてみて、あ、こんなに音出てちゃダメだみたいな。で、今んとこボリュームペダルが1個しかないんで、で、私今回2回線で出力したいなと。まあその方が音色のバラエティが出せる。まあ自分の今回持っていくであろう機材の中でね。一番でかいペダルボードとアンプ自分のやつ持っていけば、それ全部プログラムできちゃうんで、一番それが楽なんだけど、でもさ、運べないんですよ。そこまで行っちゃうと。キャビネットが必要になっちゃうんだよ。で、持ってんだけど、スーツケースとキャビネット同時には行けないのね。電車乗るって、それ。できないね。だから現地のアンプを使うしかない。で、フェンダーのなんか真空管の、ツインリバーブみたいなやつか、ジャズコだったら、ジャズコならどうせ音はジャズコだし、で、1ちゃん2ちゃんってそれぞれこう AB スイッチで出力して、そしたら音量差も変えられるから、もう片方はマルチエフェクターのその MS100 だっけ、ズームのやつ、あれでそのオートワウがかかってるやつとか、オクターバーがかかってるやつとかさ、例えばバンヘイレンの歪みっぽいやつみたいなをもう作っちゃっておいて、リバーブとかディレイとかもそこにはもうパッチごとにかかってるわけだから、それを一ちゃんの方に送り、それ以外に必要なクランチとか音量の操作とかそういうのを含めて、コーラスかけてとかってカチャ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 やるのは、いつものちっちゃいペダルボードプラスボリュームペダルみたいな感じにしてあんのよ。で、それが2ちゃんの方に行くの。そうすると2ちゃんの方はリバーブがもうかかってて、みたいな。マスターとしてそこは使っておき、飛び道具系ソロみたいなやつをチャンネル切り替えて、みたいな風にね。そしたら一発でこの音量差で音色の切り替えがこうガラッと変えられるじゃん。ってやろうと思ってんだけど、まあそうはうまくいかないですよ。これは、完全に妄想してるだけだからさ。本当は、この段階で、その切り替えも含めた練習もやんなきゃいけないんだけど、全然譜面と照らし合わせてるだけだから。で、ギターどのパートやろうかな、みたいな。
まずは初章ですね。2月4日頃から3月5日頃ということで、はい、そろそろタイムリミットでございます。午前中のレッスンがスタートします。いや、事務作業がね溜まってたんで頑張ってやってたんですけど、まだ終わんない。あと請求書1個作んなきゃいけないし、昨日生徒さんとのリハがありましたので、このリハの様子もですね、また皆さんがね見れるように、確認用に書き出していきたいと思います。うん、1曲足んないか、音源これないね。これ入ってんの？ないな。スパークル？で、これがマイナス1、24曲目。準備していきましょう。ウクレレだよね。で、このオンラインが終わって本日レッスン最後なんで、この後は曲練。ダウンアップダウンの方が今やりやすいってことですよね。はい。